すべての人間には生まれ持った才能や魅力があります今回はあなたのお子さんの天才性を引き出す3つの方法を解説しますそういうことですよねはいこんにちはライフスキル教育講演家のミスターカチです今日も来てくれてありがとうございます今日のテーマは「子どもの 天才性を引き子どもの個性や才能をできるだけ伸ばしてあげたいそのように思って子育てをされている方は多いのではないでしょうかただ子どもらしさを伸ばしてあげたいと思っていても実際にはうまく導けなかったりその場その場に応じた声がけができなかったりと悩むこともあるのではないでしょうか ほんの少しのコツを知るだけでご家庭ででも世界トップレベルの教育をすすることができます今回は1万人以上の子どもの天才性を引き出してきたキッズコーチのプロである岡ちが子どもの個性を引き出すための3つの方法を紹介したいと思いますこの動画を最後まで見ていただければいつもやってる遊びや 当たり前に過ごしている生活の中で子どもの天才性を引き出す関わり方ができるようになりますこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さんそして子どもの教育に関わる方に向けて子供の天才性を発掘するそこに焦点を当てて動画を配信しています興味がある方は最新動画を見つけやすくするために赤いチャンネル登録ボタンをポチって押していただけたら嬉しいです あとインスタでも発信してやますのでそちらもご覧くださいこの動画の前半では天才性とは何かそして天才性を引き出すポイントについて解説しますそして後半部分ではご家庭でできる天才性を引き出すための具体的な実践方法を紹介していきたいと思いますそれでは早速始めていきましょうまずは天才性とは何か天才性とは 生まれ持った才能や魅力です天才っていう言葉を聞くとエジソンアインシュタインスティーブ・ジョブズイチローのような特別な人間そして一握りの人しか持っていない才能であるというふうに想像する方も多いのではないでしょうか違います。天才性というのは すべての人間が例外なく持っている能力そしてスキル素質個性ですただそれをうまく発揮できている人と発揮できていない人がいますこんな言葉があります世の誰もが天才であるしかし木に登れるかどうかで魚を評価したら その魚は一生自分はバカだと信じて生きるだろうアルバート・アインシュタインそうなんですその子をどのように評価してどのように関わっていくかによって天才性が発揮できるかどうかが決まりますもっと具体的に言えばその鍵を握るのは非認知能力です 非認知能力とは自己肯定感、コミュニケーション能力、やり抜く力、そして感情コントロール等の学校のテストでは測れない、そして IQ では測れない、目に見えない生きる力です。この非認知能力が低かったら自分が持っている才能や能力をうまく発揮できないんです。例えば、英語力がどれだけ高くても相手の気持ちがわからなかったら外国人とコミュニケーションできません。 ダンスがどれだけ上手くても自分に自信がなかったらいいパフォーマンスができないんですつまり生まれ持った才能や能力そして学校や塾で身につけた知識とかスキルを生かすも殺すも非認知能力次第ですそれでは後半部分では天才性を引き出すということに特化した非認知能力を高める子供との関わり方を紹介したいと思います 3つあります1つ目愛する2つ目与えない邪魔しない口出ししない3つ目商店街で買い物をする1愛するこの愛には2つの意味があります1つ目存在の承認ですその子が起きてくれただけで嬉しい元気でいるだけで花丸なんだって ありのままのその子を何をしても何をしていなくても結果が出ても結果が出ていなくてもその子がいるだけで OK なんだっていうふうに存在を肯定することですはい先ほどもお伝えしたように天才性っていうのは生まれ持った能力や魅力なんですだからもともと持っている能力なんです それがうまく発揮できている人もおれば発揮できていない人もいるのですが多かれ少なかれ自覚していようが自覚していまいがそれは発揮できているものなんですですのでお母さんに褒められたい100点取らなければもっと気に入られたいっていうふうに意識が外側に向けば向くほど自分の内側の天才性が見えなくなっていくんです だからこそ、そのような不安とか心配とか恐れ、外側に意識が向いてしまいそうになった時に、それを受け止めてくれる安全基地が必要です。結果を出さなくても、100点を取らなくてもうまくいかなかったとしても、そのままの、ありのままの自分をちゃんと受け止めてくれる場所、安全地帯、心も体も守られている場所、そのような場所があれば、 不安や恐れがスーッとなくなって自分の内側に集中できますそして今やるべきことに没頭できるようになりますですので結果が出た時とか何かうまくいった時だけ褒めるのではなくてああ今日も元気いっぱいだねお母さんも嬉しくなるわあなたがいてくれて本当にお母さん幸せだよ というように何もしていなくてもそのままのその子の姿を褒めてあげる声掛けをしてあげるということこれがとても大事なことになります二つ目の愛するの意味は英語の愛するですパッパとママそして私たち大人がもっと自分たちに目を向けて自分の人生を生きるということ子供は可愛いです子供を愛するあまり 自分のことは後回しでついつい子供中心の生活になってしまっているそんな方が多いのではないでしょうか子供は親の鏡です親が自分に目を向けて自分を愛して自分のことを大切に自分の人生を楽しく生きていたら子供も外側ではなくて自分自身を大切にできるようになりますそのためには まずはどうにかして1日5分でもいいので自分のために使える時間を確保してください生み出してください5分でいいですでその5分は自分のために使うんです自分が好きな場所に行ってもいいし好きな映画を見てもいい好きな音楽を聴いてもいいし好きな韓国ドラマを見ても OK ですとにかく自分の心が喜ぶこと心が動くことにその時間を使ってください そうすれば気分も良くなってご機嫌になって心にゆとりができてきますそのゆとりがある状態で子育てができるようになるということそれはとてもいいことですよねでもう一つはそういうふうに楽しそうに生きているお母さんの姿を見るとあなんかお母さん楽しそうだ大人楽しそうだなって僕も早く大人になりたいって未来に対する希望ができてくるんですそそのの未来に対する希望その希望望が 今を生きるる原動力になるんですこれを頑張ったらそこに行ける力になるんです2つの愛する子供も自身のありのままそのまんまを承認する肯定するということもう一つは親自身が自分の人生を楽しんで生きるということその2つが揃えば 子どもは将来の不安とか心配とか今抱えてるこの恐れっていうのがなくなって将来に対する希望っていうのができて今この瞬間に没頭できるそんな安全基地ができるんです。2与えない邪魔しない口出ししない ついつい私たち大人は子供を楽しませるために子供を賢くするためにチーク玩具とかおもちゃを与えたくなってくるんですでも与えすぎると子供は自分かから動ななくなるんです自分が動かなくても楽しいものはどっかの誰かが持ってきてくれるものなんだって。 まさにあのひな鳥お口をパクパクしてたら親鳥が餌を与えてくれるみたいなそんな形になりますそうなると自分で動いて自分で行動するそして何か新しいものを生み出すっていうそういう力が備わっていかないんですそもそも子どもはもう何もない中でもたくさん楽しいを作り出せるんですお団子作りましたじゃあこのお団子をこの高さから割ったら割れるかなとか アリが歩いてましたここのアリの前に鉛筆を置いたらアリンコさんどこ行くんだろうとか勝手にね楽しいを作り出してくれるんですだから与えすぎないことで子どもの想像力とか主体性とか行動力がぐんぐん伸びていきますそして子どもが没頭しているときそして夢中になっているときには口出ししない邪魔しないこれが鉄則です たとえ楽しそうにしていなくてもそれは子供の課題です。その状況で楽しめるかどうかは子供の課題なんです。そこをしっかり線を引くことが大事です。子供の課題に親が大人が一歩踏み入れれば子供の主体性はなくなり責任感は育っていきません。じーっと見守ることが子供を育てていきます。特に自然遊びは 子どものです安全な場所だけ確保すればあとは放っておいても勝手に生き物で遊んだり勝手に泥んこになったり木の実を集めておままごとをしたりとか勝手にね夢中になってくれるんですその姿を見守ってあげて「何か楽しいこと見つけた?」「楽しそうでよかったね」って声をかけてあげるんですそうすれば子供自身は 僕の楽しいことをお父さんとお母さんに分かってもらえたって嬉しい気持ちになって自己肯定感が高まっていきます 3. 商店街で買い物をするどうでしょう皆さん最近いつ商店街で買い物しましたかそうですよねあんまりしてないですよねどうでしょう でっかいスーパーが郊外にできて、まあ、そこに行ったらいろんな店があってそして楽しいイベントアトラクションがあるんで家族全員がもうハッピーだと。ということでそっちの郊外のデパートスーパーで買い物することが多くなったんではないでしょうかそうすることによって子どもたちは自分の町にどんな店があるのかがわからないそしてどんな大人が住んでいるのかもわからない 自分の町にも興味がない住んでる大人にも興味がないっていうふうになってしまうんですでもね僕それってねめちゃくちゃ大事だと思うんですよ町に興味を持つとか町のことを好きになるとか町にどんな大人がいるのかっていうのを知るということそれがね自分の人生を生きるということにつながってくるんじゃないかと人生を自分ごとにすることにつながってくるんじゃないかと思うんです町のことを知るから 町の問題が自分ごとになるんです今まで川が汚いとかどうでもええと思ってたもう気にしてなかった自分子供やしって思ってたでも川,に川の近くでね屋台で屋台でラーメン屋さんをやっているそのラーメン屋さんと仲良くなって川の水が汚いんだよどうにかしたいんだよっていうことを真剣にお話をされたらあ,あ この問題何とか解決したいっていうふうに自分事になるかもしれないで今まで何気なく食べてたみかんおいしいなと思ってたみかんそこで例えば伊藤農園さんに行って伊藤農園さんでそのみかん狩りとかを体験することで普段飲んでるこのみかんジュースはこの伊藤さんが毎日頑張ってるから僕はこのおいしいみかんジュースを飲めるんだってなるとそういう暮らすということ生きるということが他人事じゃなくて 自分ごとにななっていくんですそうなんでですすそう街に興味を持つ街を好きになるということは人生の扉というか天才性の扉を開くきっかけになるんですよ興味関心を広げていくそのきっかけになると思うんですだから街に興味を持つということが僕は大事やなと思ってますそれでどうしたらいいのかっていうとあれですよもう商店街に買い物に行く街のイベントに遊びに行くということなんです もう商店街の中にはその街でずっとずっと暮らしてずっとずっと私たちの生生活を支えてててくれききた大人が生きていますそういう大人と触れ合ったりお話しすることで自分の街に対する興味が湧いたりあ,あんな大人がいるんやなこんな大人がいるんやなということでその大人を見ることで自分はあんな大人になりたいとかこんな大人にはなりたくないっていうふうに自分の将来っていうのがこう見えてくると思うんです。 でですので、まあ、もちろん郊外のイオンとかねそういうデパートとか楽しく,と楽しくていいと思うんですたまにはちょっとね、あのー、こ子どもたちと一緒に歩いてみて散歩してみてそして商店街に買い物するのもいいんじゃないでしょうか多分一番ウキウキするのは大人である私たちやと思いますはいということで天才性を引き出すための3つのポイントを紹介させていただきました1つ目、愛する。 子供の存在そのものを承認する、肯定するということ。そして、親自身、自分自身を大切にして、自分のお気に入りの時間を作って、ご機嫌になるということ。二つ目、与えない、邪魔しない、口出ししない。 子どもはそもそも遊びの天才です楽しいを作る天才なんです何もない中でこそどうやったら楽しくできるだろうどんな面白いことあるかなっていう観察力想像力そして主体性が備わっていきますですので口出ししないし没頭している最中にはじーっと見守るということこれだけでもいいんです3商店街で買い物をする商店街ではこの街で 自分のすぐそばでリアルに生きている大人がいるんですそのリアルに生きている大人と触れることであ生活するってこういうことなんだ暮らすってこういうことなんだ働くってこういうことなんだこんな楽しいことこの街にあったんだってなって自分の街と自分の将来に希望が持てるようになる自分の将来に対する希望は今を頑張る原動力になるんですでですのでたまには 街を歩いて街のイベントに参加したり街の商店街で買い物してみてはいかがでしょうかはいということで今日は天才性を引き出すためには非認知能力を高めることが大事なんですとっていうことでその非認知能力を高めるための3つの行動そして関わり方を紹介してきました。 何か1つでも実践していただいて何か子どもさんに変化があればコメントとか入れていただければ嬉しいですそしてためになったなとか勉強になったなっていうのがあれば高評価ボタンこれね本当に励みになるのでよろしくお願いします普段このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さんそして子どもの教育に関わる方に向けて今回のように子どもの天才性を引き出すということに焦点を当てて動画を配信しています えー、よろしければ最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいしそのよ横に、ね、通知ボタンがあるのでそこに通知するボタンも押していただけたら嬉しいですインスタでも毎日僕のライフスタイルを発信していますのでよろしければご覧くださいということで今日は以上です、えー、素敵な一日をお過ごしくださいさよならありがとうございますバイ天才を育てる